こんにちは、武蔵野学院大学学長の高橋です。私はこんな経歴でいろいろなお話をさせていただいております。ぜひ皆様に聞き流しでもお楽しみいただければ幸いです。それでは開始。ただいま今これ好評発売中、鎌倉殿の13人深掘り企画、承久の乱とは何だったのか。どんどん大 GM ね、はい、これがアップされている頃には、はい、おそらく鎌倉殿の13人の最終回も終わってると思いますが、はい、この収録時点ではまだ承久の乱まで行ってないんですが、うんうん、承久の乱もすごいですね。すごいですよね。だからまあ後鳥羽上皇っていうのは、はい、天皇上皇の中でも歴代何本かの指に入る有能な人物、うん、しかし三種の神器が亡くなったとか、はい、源平の争いの騒乱に子供で即位したとか、うん、いろんなことがあることから、まあ天才ではありますが、天才ゆえの闇とプライドみたいなところがうなり、はい、うん、鎌倉は鎌倉で非常にギラギラ攻めの姿勢を崩さず、はい、結局いつも揉めているという中で、当然ドロドロしたような定着した朝廷からすると扱いにくいですよね、はい、いやそうですね。まあですからこれはなんていうのかな、1221年6月の後鳥羽上皇の義時追討に伴う兵乱というのがよくある教科書での記載なんですけれども、はい、そんな単純な話じゃなくて、うん、まあやっぱり武家政権というのが初めてな新興勢力ですよね、うん、はい、で朝廷は当然古代より連綿と続く非常に伝統と格式があって、うん、はい、だけど形式的な、うん、裏でドロドロみたいな感じのところでやっているので、はい、まあいつか起こる必然だったと思うんです、うん、今回が、はい、ですから歴史上こんなに朝廷側が表向きにやって負けたっていう戦いはないんです、うんうんうん、ですから例えば歴史上昔の明治時代なんかは承久の乱と呼ぶのは失礼だっていう話もあったんです。承久の変とか承久動乱とか、はい、承久の乱っていうと、うん、先手で取った上皇側が乱を起こしたみたいじゃないですか。まあ確かに上皇側が乱を起こすってありえないですね、一番偉いんだから。確かに。しかもずっとただいま現在まで天皇家が続いて、はい、日本ではそういう体制っていうのは現在も残っているのに、はい、乱を起こす必要あるのかよと。だから変だよって意見は何回も出たんです、はい、ただ現在も教科書等では承久の乱というので、うん、ここでは承久の乱と言ったり、つまりこの話をしだすとめっちゃめちゃ山ほどあるんですが、はい、今回は深掘りとはいえ限られたポイントについてご説明をして、はい、あ、承久の乱ってこんな感じだったんだ、経緯的にある必然で起こったけど非常に紙一重だったんだねみたいな話がご理解いただければというふうに感じています、はい、で1198年から院政を引いて23年間も後鳥羽法皇は政権の上に立っていた一種の天才、はい、武力も風流も何もできる人、うん、でただ後白河法皇が平家とかに振り回されつつ利用してたっていう歴史というか直近のものがあるので、はい、やっぱり武力なのか権威なのかっていうことについては、うん、なんていうんですか、ある種先送っちゃったと。後白河法皇がタヌキなことやって手のひら返してうまくしのいだ、うん、はい、プライドのある後鳥羽上皇としては筋は通したい、うん、権威の特徴ですね、はい、一方では武力がなかったら結局自分の周りに武力はいると思うけれども、鎌倉の利用価値は武士がいることですから、うん、だからやっぱり武士、強い武士がいる、平家も倒した武士たちがいる、はい、東国に、うん、そういうところでは本当は悩んだんじゃないかと思います、うん、でいろんな経緯は実朝がとか水戸羅王とかいうようなことも言いたいんですが、結論的にはよく言われるのは義時の追討であって、はい、幕府との戦いではないというふうに研究上でも言われるんですが、はい、私個人は、うん、実際はその義時追討に対して院宣に対して、はい、鎌倉全体として対応したということということで、うん、そういう意見が出ているだけで、うん、私はこれ単に鎌倉に寝返り派もいるとは思ったんですけど、喧嘩売ったんだと思うんですね。なぜなら幕府という組織形態は
名称も含めて江戸期以降なんですよ、うんうん、ですから現代の我々が鎌倉幕府と呼んでるだけで、はい、ですからあくまでも鎌倉殿に対してその家人である御家人たちがいて、うん、勝手に私的にやっているものを朝廷が追認しただけなんですね、うん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 、ですから朝廷が作った組織でもなければ何でもないので、はい、成り行きで出来上がっているので当時は幕府という呼び方はしてません。ちなみに征夷大将軍の陣のことを幕府と呼ぶので、はい、幕府という名称はあったんですが、うん、現代の我々が言うような組織形態にはなっていないんですよ。なるほど。そんな中トップという形になっているミトラであるとか、はい、まあ、もしくはその後見人の政子、うん、でもどちらも征夷大将軍じゃないんですよ、はい、名指しにできます？できないですね。だから持ち党の時でも、うん、まあ、清盛とは数兵士追討なんですけども、はい、要するに兵士だっていい人もいるかもしれないですよね、うんうんうん、だから実質的には清盛を倒せなんですよね、はい、ですからその時のように僕は義時を倒せ、義時は勝手なことをやってるだけだ、うん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 、っていう体でその上皇側は京方はそのスタンスを取ったんじゃないかと思います、はい、まあ、いずれにしてもですね、そういうような形ですから鎌倉全体とも言えるわけですから、うん、相手はでも寝返ってくれればいいよねと、はい、いうようなことですね。平家側でも結局寝返った人もいますから、うん、いろんな人もいますから、はい、まあ、そういうようなイメージだったわけです、うん、で最初めちゃめちゃ京方は記録上強気です。お朝敵になるから千人も集まんないだろうと、うん、義時側や鎌倉方に。もうそうですよね。それぐらいの勢いでした、はい、でも時房はその前ミトラを頂きに上がるときは、はい、千人連れてってんですよね。ですからまあ千人っていうのは鎌倉方からすると少ない人数なんですけど、はい、千人も集まんないだろうと、うん、なぜならほとんど京都方にいるところは、うん、御家人も含めてやっぱそこの場の雰囲気で結局味方せざるを得ないんですよ、うん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 、で例えば野江のお兄さんである伊賀のですね、はい、光末なんかは京都守護だったんですが、うん、反対したんです、うん、でもう一人の京都守護の大江の広元のせがれの近広は、はい、参加してるんですよ、うんうん、ですからイコールですね、うん、その場の雰囲気でやっぱ敵になったらやられちゃった、うんうんうん、やっぱそこの場逃げるわけにもいかない、うん、だからやっぱいろんな意味で力関係で京都方に参加する人が多かったのに、あ、もっと行くだろうと思っちゃったわけです。それって距離に比例しますよね。しますね。だからそういう感じじゃなかった。その中で記録上関東の御家人本庄とかを、はい、その本庄ってありますよね、埼玉県に、はい、本庄あたりを持ってる上家定、小家定とも言いますが、はい、はまあまあまあ行くでしょうと。実は、うん、自分も東国に行ったら義時に着きますよって言った人もいる。はいはいはい、うん、ですからそんな空気だったわけです、当時の武士は、うん、筋を通すようだけどやっぱりいろいろ戦乱もあったから、うん、強い方につこうと。そうですね、考えているわけですよね、はい、で院宣は送ったけどそれっきりじゃ、うん、それは京方無理ですよね、うん、でこういうエピソードも書かれていて、はい、院宣ももらった武田信光と小笠原長清、はい、ね、甲斐と信濃に、まあ、実力を持つ人たちなわけですけれども、うん、この二人はどっちも源氏の結構な家柄、うん、でですから院宣ももらう、はい、ね、そうした時に二人は結局どっちが勝つかねと、うん、朝敵とかどうこうよりも勝つ方につかなきゃねってやってた時に時房から手紙が来て、はい、頑張ってくれたらあなた方にこれとこれとこれをあげますっていう手紙が来た途端に、はい、戦闘を切って活躍。おですから結局当時の武士っていうのは、うん、江戸時代のイメージの武士とは違うんですよ、うん、戦国時代のイメージの武士とも違うんですよ、うん、そこも分かっていかなきゃいけないわけですね。強い方につこうと思っている、うん、一方三浦は吉村と種吉が割れましたよね、はい、で弟の種吉はその中心人物的に京方につくんですが、うん、この種吉は実は奥さんが、はい、頼家のいわゆる愛称、うん、おめかけさん、この全成もそれで殺されちゃう、うん、といって悲しんでていたので、はい、種吉はどちらかというと北条憎しで、うん、その決断して
京型についてるんですね。うん、ドラマでは吉村が京型に寄っとけって言ったっていうことになってますが、はい、実際は記録を見ると種吉はあえて決意をしてやって吉村を味方につけようとしたっていうのが本当のところです。吉村はそれに乗らないんですけども、うんうん、でもまあそんなこんなだったってことですね、うん、つまり京型は強気だったんだけど実際の武士は記録を見てみる限りはいける方につこうとしていたっていうことが分かるのに強気になっちゃった、はい、それで鎌倉方は当然ながらビビっています、うん、御家人も、はい、いかに院宣は三浦義村が義時に持ってったんで、うん、ことが露呈すると同時にまあそれについていかないんだっていう話があったにしても、はい、まあ一枚岩とは言えない状況だし、うん、前も話しましたが鎌倉に兵隊をいっぱい置いてるわけじゃないですよね都だから、はい、京都型は多少準備してますね、うん、いろんなところから集まってくることができる、はい、でも鎌倉型は、うん、そこを集めることができないわけですよ急に。確かに自分の領地から、はい、そこにすぐさま政子が演説をしたと、うん、でこの後の記録を見るとこの演説で一致団結したというとは言い切れない決め手になったとは言い切れない、はい、まあその5月19日って言ってその後また話していろいろ起きるんですけれども、うん、この演説で頼朝からの御恩を思い出せと言って最後の言葉ですと言ったんですが効果決め手ではないが効果はあったと思うんです、うん、なぜなら、はい、義時らに比べて最も御家人から信用された人物だったんで、うん、吾妻鏡でも実朝が死んだ瞬間に鎌倉殿は政子になってるわけですね、うん、しかも従二位朝廷での地位も幕府内っていうか鎌倉内では一番上なわけですね、うん、ですからその人物がもう向こうに着くなら着きなさいと上皇方に、はい、頼朝様のご縁忘れたのかって言われたらさすがにいやーって言いにくいですよね、うん、そういう空気はできた。ところがですね、はい、なんで決め手と言い切れないのかっていうと、はい、その後攻めるのか守るのかっていうところが見え切りません、うん、確かに、はい、で足柄での迎撃論が主流5月19日、はい、ってことは正直向こうが強い認識で慎重だってことですよね、うん、でとりわけ北条泰時が慎重派だったとされます、はい、ここで登場するのが大江の広元なんです。うーん、で大江は、はい、嫡男の近広が京都城で向こうがついてるんですよ、はい、にもかかわらず何言ってんだと、はい、あんたら御家人は守りなんかできるわけないと攻め込めって言ったのに、うん、まあまあまあみたいに一旦はなるもののまたしばらくして曖昧だった時に泰時だけとにかく行けと慎重だったからでしょうね、うん、で泰時についていったのは最初18騎、うん、18人ね、はい、でだからそれぐらいなムードが政子が演説してもあったってことですよ、うん、ところがそこから背中を押してってじゃんじゃんやって最終的には東海道東山道北陸道の3点に合わせて19万、うん、だからやっぱり大江が攻めろみんなを呼べどうすんだって言ってることによって政子の演説が生きるわけですよね、うん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 、三好もそうしたって言われてるんです。だから大江とか三好という長年いて文官をやってた人たちが京都出身なのに、うん、あえて強気に京型を攻めろ御家人なんかよりも京都を知ってる人間が攻めろ、うん、で一説では大江は息子を逆に救うためには自分が要するに説教家になんなきゃいけないですよね。どっちか生き残んなきゃいけないね。向こうが勝ったらっていうだから要するになんか関ヶ原の真田みたいになってるわけですよ。だから大江はそれもあって積極的に攻めろ攻めろと、うん、お前らなんか攻めなきゃダメだって言ったというふうにも目されています、うん、いずれにしても最終的に消極派の泰時が先頭を切っていかなきゃいけなくなり、はい、そして大江たちが背中を押したことによって政子の演説が生きて、うん、最終的に19万でってやったんで全部言い切れませんがあっという間に勝っちゃったっていうことになるんですね、はい、で一方上皇側はなんていうんですかね意外に集まらなかったんでどん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 こう後手に回って宇治川あたりで防戦でっていうことになるんですが、はい、その最後に中心人物である藤原秀康であるとか三浦胤義である等がその最後の戦いをしましょうっつって上皇のところに行こうと思ったら門を閉ざして会ってくんない追い返されたとつまり見捨てられたんですね、はい、それでいや防身の企てですと、うん、
いうふうに鎌倉側に言って、うん、うまく取りなそうとしちゃうんで、うん、結局防戦一方になるんで後鳥羽上皇も順徳上皇も流されるし、うん、土御門上皇は自ら流されたり親王や天皇も、中京天皇が堀川天皇に変えられちゃうんですが、うん、ポイントは、はい、上皇側は勝てたはずだったとも記録から読めるんです。なぜなら、はい、途中で泰時が義時に、うん、上皇様が出てきたらどうしますかっていう指示を仰ぐんです、うん、でもちろん記録なんでどこまで本当か分かんないんですが、はい、上皇様が出てきたら、うん、一も二もな降伏しろ、ね、弓引けないから、まあ、そうですね、ね、まあそうですよね、うん、降伏しろ、さすがに上皇様にって言ったら敵になりすぎちゃいますよ、ね、上皇様殺したとか敵になりすぎません？なりますね。だから天皇制ってまだ残ってるのかもしれません。でもそういうようなみんなが敵になっちゃったらさすがにまずいので、御家人になってない人たちもいっぱいいますから、はい、だからよあの義時は上皇様が出たら降伏、うん、兵だけ差し向けたなら戦えっていう指示を出してるんです、うん、ところが上皇様は、はい、結局自分は戦場の方には行かずに、うん、比叡山にこもって僧兵とこう指示を得ようとしたんですけどそれは断られてしまって、うん、結局御所にいてで最後の一戦の時にそれをその断って見捨ててしまい、うん、その上でいやいやあれはみんなが煽っただけですってやっちゃったんでさすがにそうやって防戦一方になったらそれは処分されちゃいますよね。確かに天才だったのに。だからこれ普通に考えた時には上皇側がその錦の御旗を持って、うん、上皇は実は自分も武力とか自信があるわけですから、うん、俺を見ろってやったら形勢は逆転したかもしれない。非常に微妙なんですよ。だからいずれにしても承久の乱という非常に歴史上レアな、はい、そのいわゆる上皇が流されたり、うん、天皇が変えられたりとか、うん、しかも誰がやったのっていうと今まで一個もないような武家政権、うん、つまり部下であるはずのものがひっくり返っちゃった、うん、いかに実力はいろいろあったにしても、はい、それで武家政権が大きく西国まで浸透するということになり、はい、その先ほど言ったようにその上皇や天皇がいろいろな処分を受けるだけではなくて六波羅探題という監視の組織まで京都に作られちゃう、うん、まあもうこれはそれ以降は記録を見ると朝廷側が幕府に全部お伺いを立てるようになっていった。ですからいずれ鎌倉幕府を倒す者が出てくるまでもうこの形勢は逆転しないということになっちゃったわけですよね、うん、ですからいずれにしましてもその天才であった後鳥羽上皇があれだけ能力がありながら、うん、なぜここで自分が強気になりすぎたまではまだしも、うん、最後にですね自分は出なかったり、うん、もしくは向こうは攻めてこないと思ったのかもしれません、うんうん、で形勢が有利になってから出ようとしたのかもしれません、うん、そこは詳しくはわからないんですが、はい、非常に紙一重な中で、実際は鎌倉方の方がビビってたにもかかわらず、うん、大量な軍兵が集まるようになり、うん、そして最後自分たちは逆転できずに終わってしまうというようなですね非常に歴史に大きなエポックメイキングを残すような事件になったわけです。いかがですか大GM。 いやもう本当に歴史の分岐点ですよね。本当ですね。それがこれだけ肉薄した戦いだったっていうのは、はい、すごい。ですから今回の鎌倉殿でも分かる通り、はい、武家政権になるものが今まで誕生していないので、うん、絶対内部は一枚岩じゃないわけです、うん、だからまあ義時のように強権的にやったりとか、はい、意地悪でもやったり、うん、まあその後の泰時はまあ、非常にルールを整備したり、うんうん、まあ、そういうようなものがまだ混沌としてたと言えると思うんですね、はい、ところがある程度体制が形式化してても残っていたような朝廷方が言葉悪いですけど喧嘩を打ったにもかかわらず強気に出ちゃって最終的には失敗するということが、まあ要するに朝廷方がこけたことによって日本には鎌倉、室町、そしてまあ戦国を通じて江戸という長期的な武家政権が残るというような歴史が特殊に出てきて、はい、そして天皇家というものを祭り上げながらもちろん尊重もしている面もありながらもコントロールして明治まで続いていってしまうと、はい、
まあ別にいいとか悪いとかおかしいんですけども、はい、そういうようなことが大変よくわかるんじゃないかと思います。いずれにしても、鎌倉殿の最終回素晴らしかったことと思いますが、また鎌倉殿の13人の素晴らしさやいろんな記録のその総括みたいなものもやらせていただきたいと思いますので、はい、ぜひそちらの方もお楽しみにご覧ください。大GMと今回はお送りしました。それではまた。